4月が終わり月間 MVP の発表ですね。どうだ松坂取れるか、取れるわけもねえわな。まずドラゴンズは9勝17敗というね、もう外野手が抜けたこと、平田と大島、もう本当にそこが大きく出てますね。これだけ負け越してるんだからね、もうガラガラっすよ名古屋ドームね。あ、もう今名古屋ドームに来てるファンっていうのはドアラ見たさに来てるだけ、選手とか試合を見に来ようなんて思ってるやつ誰もいないからね。で投手は東、野手は筒香、どちらも横浜の選手ですね。いいないいな、横浜で野球したいなって思ってる松坂がいる。成績で見ていくと筒香3割6分8厘11本塁打30打点、東も 1.12 という防御率でもう5勝を挙げてる。いいないいな、羨ましいな。いいピッチングしてるし、何よりも援護があるから5勝も挙げられるんだろうね。でも松坂が今いるチームは援護もなければ守備でも松坂の敵だからね。だから4月を終えて今のところ見てみますか、どんな成績なのかというと、こんな成績、防御率 4.571 勝いっぱいです。でね、防御率だけ見たら、おいおい松坂自身にも問題があるじゃねえかと思いでしょ。全然違うから、確かに打たれるとこはあるけども、ただ打たれた打球が本当に外野前に落ちるの、昨シーズンまで落ちてなかった打球はね。それは何度も言うように平田と大島がもういないから、代わりにセンターアルモンテ、ライトにモヤ、こんな選手たちが守ってるんだからね。地獄やで、ここえのきだ、聞いてる、本当の地獄ここ。次の登板は交流戦前最後の登板ということになります。交流戦5月の24日から始まるんでね、その前のセリーグ戦最後の登板はカープ戦ですね。そのカープには今季もう一度登板してますね。そして負けている。でそのカープ戦の連敗が続いていて、現在は3連敗中ですね。全く結果残せず勝利は挙げられず、まあ、このままいけば5月一度も勝利挙げられない可能性が出てきますけどもね。さあここで勝つことはできるか。いや、勝たなきゃ終わりなんだからね、岡田との投げ合いです。まあこの岡田ならば多少なりとも得点取れるんじゃないですか。いや取ってくれないと困るんで、ほんと困ってるんで、全く困ってるんで、ずっと困ってるんで、助けてください。4連敗ですよ負ければ。本当に日米200勝よりも日米200敗がほんと現実味を帯びてきてるからね、助けてください。松坂大輔を頼むぞ本当に。まあちょっとね、ここ最近防御率も上げてるんで、このままいけばまた2軍行きがちらついてきてるからね。ダメだよもう2軍落ちたら、それはもうキャリアの死を意味するんだからね。落ちないように今日は、まあ勝ち星も欲しいですけど、何よりも内容も求めていかないとね。あまりのんきにね、チームのことを自国自国とディスってる場合じゃないよ。お前もまたその自国の要因に絡んでる一人なんやからね、今のところ指標を見る限りはね。防御率は4点台後半、それでは褒められたものではないよ。アウト。でもね、この4点台にはだから味方の守備も絡んどるからね。ほんまに外野に倉本が2人おると考えてやってるからね、考えた方がいい。そんな中で防御率4点台後半って、これ逆に異業ですよ。30後半の40近いおっさんがね、味方の守備にも悩まされながら言ってるんだから。これも取れないか、もうちょっと守備範囲があればいいんだけどね、ないからね。あいつがあるのは肩力だけだ。そして毎回どうでもええ場面でバックホームしてランナー二塁に進塁さすね、ほんとクソ腹立つよね。鈴木を歩かしてベイリー、お前これ横浜同様、なんかようわからんパワーアイスの助っ人外国人ポンポンおるね。神助っ人外国人のバーゲンセールかお前は。パワーはあるから要注意ね。まあ、ここでは三振は取れたよ。あーもう見ないで見ないで、中日のこの勝率と、順位もう見なくていいわ、見たくないわあんなものね。はい、第1打席目は得点圏、今季12打席目で打点を上げることはできるか。勝つためにはもう自らのバットで打たなきゃダメらしいんで。うわー菊池でいた、もうよりにもよってだな。運も味方してくれないのか、打線の味方も守備の味方もなければ、運すら松坂の敵エネミーっていうね。マジかよもうやってられねえ本当。これはね、環境を変えた方がいいかもしれないね。まあ、今回の動画ではまあ最後まで中日で投げますけど、ちょっと次回あたりでね、監督にトレードの志願を出してみせましょうかね。まあ、もちろん志願を出したからといって必ずね別の球団に行けるというわけではないですけども、
ただ関係を変えられる可能性があります。もうちょっとこの球団で投げるのが本当に辛い、ボール投げるのが辛い作業に変わってるからね。うわ、ほんでバントも決まって、お前ちょっと地獄の門が開いたか。うわ、ちょっと待って、入らない、嘘だろ。フォアボール、ランナー満塁じゃねえか。ここで阿部にはよく打たれてるからね、対打率は7割ですよ。ホームラン1本も打たれてるし、めちゃくちゃ相性悪いんだよね。能力の割には松坂を打ってくる。あーでもよかった、三振一つね。アウトを取って、次岡田、これバントも警戒していかないとダメでしょう。ただ見て、シフトは中間守備、前進しら敷いてくれてないっていうね、ふざけてるだろ、どんなチームやねん。うわ、もう何してんだよ、入れても、あ、これでいいんだよ、もう余計なことすんな、てんてこまいになってるわ。さあ満塁で野間、一撃もある選手、注意は必要。またカットボールが外れる。なんか今日カットボールが全く機能してないね。最後はカットボール決めるよ。よし、勝負あり、満塁のピンチをしのいだ。なんとかギリギリのとこね。一歩間違えれば崖の下で笑っとっても不思議じゃなかったわ。何笑っとんねんちゅう話やけどね。あっぶな。いやー、援護はないな、本当にないな、ずっとないな。見殺しや、平成の怪物を。怪物はオタクらの味方ですよ、敵だと思っとんのかな、怪物という名前に騙されてね。まあ、昨年野球一緒にやったじゃねえかよ。うわー、田中の打球は、うわー、もう最悪、これもヒットオーバー。ホームランじゃなくてよかったわな。はい、鈴木にピンチで回る、これは取れよ。はい、でもまだ終わりじゃないんだよね、こっからパワーのある選手、松山と続くベイリーね。おー、勝負これでついたかな、落ちるー、はい、言ったでしょ、運も味方じゃないとね。やっぱ環境を変えた方がいいですね。まあ、次回決断を下していきたいと思います。アウトですけどもね、そこに二塁敷いてよかったね、チンプレーですよ今のは。いなければゾッとするわ。はい、ここで1点をやっちゃいました。2点3点とやる可能性があったからね、1点で済んでよかった。そしてこのチャンス、いや、ここはね、もう松坂自身で打ちましょう、本当にバントはいらない。もう味方を信用しちゃダメだ、みんな敵なんで、みんな赤いユニフォームを着てる、青とは対照的な色をしてるんだね。だからもう青のユニフォームを唯一聞いてる自分自身を信じよう。うわ自分自身を信じた結果これか。じゃあ負けだな。いや、負けじゃなかった、ここで味方が戻ってきてくれた、3点の援護で逆転。これでようやく長く続いた連敗がストップし、5月初の勝利を挙げられる可能性が出てきた。可能性がね、落ちないよね、大丈夫だよね、怖いからね、うん、今日は月がないから、あの辺落ちまくってるからね。あー、で打席またチャンスできたよ、次こそ打ったるわ。岡田まだ投げてんのか、どうだどうだ、いやー落ちない、すぐアウトになったね、打った瞬間アウトになることが確定しとったわ。ここでの追加点はないですね。はい、5回勝利投手の権利獲得なるか。で、現在の起用法が勝利投手の起用法なので、まあ、展開考えたら多分5回で降りるんじゃないですか、投げ切ったらね、投げ切ろう、抜け、うーるー、あー出しちゃったね、めんどくさいランナーをいきなりね。田中送りバント、いや逆に助かるわこれは、田中ほどのバッターがね。イエス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 、これでワンアウト。鈴木もよし、2アウト、あと1つ、いやー気は抜けない相手だ、ベイリー。あー、よかった、これはこれはこれは松坂が掴んで投げてアウト、ナイスフィールディング。
うまく抑えたね、サークルチェンジ。初球に投げたのが今配球勝ちだね。よっしゃ、これでもう仕事は果たしたから降板でいいんだよ。引っ張らなくていいんだよ。変えたね。よし、このままいけば松坂の連敗はストップし、勝ち星がつく。久々のね、もう1ヶ月ぶりですよ、ついたらね。よし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 、で、あと1イニング何も起こらないよね。はい、オッケー。3-1、交流戦前最後のセリーグ戦でクソみたいな連敗を止めた。はい、これで今回の動画は終了ということになります。そして次回の動画では、交流戦が開幕しますので、その交流戦の戦いプレイしていきます。登板予定としては、交流戦の開幕カードの日ハム戦、その後のロッテ戦で、で、古巣西武にもまた投げることになるんですね。もしかしたらローテーションがずれて別のチームとの戦いになるかもしれませんが、登板4試合ほど控えてますので、まあその中で交流戦こそは勝ち星を上げていきたいですね。まあ今回の動画で登板した記録を振り返っていくとですね、全く勝てずに苦しんで、まあ、最後に勝ったけどね、ただね、もう10試合近く登板してたったの2勝しか挙げられてないっていうのは大問題ですね。現在の成績で見ていくと防御率は 4.30、 2勝3敗です。で、内容の部分ではね、今季は三振は本当多く取れてます。なんか不思議とね、うん。ただそれが取れてるからといって去年より数字が良くなってるかといえばノーですね。去年のこの時期はもっと良かったですからね、もっと勝ってたような気がする、うん。でも全然勝ててないのはなんでだろう。地獄だから、地獄だから、本当に地獄だから、本当この時刻から抜け出すことしか今考えてませんので、まあ、もしかしたら次回ここから脱出して別の球団に行くという可能性もありますからね、まあ、そこの部分もお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またもん。